ムールードフェラウンは、アルジェリアの作家。小学校教員をしながら、小説を書き続け、故郷カビリー地方を舞台とする自伝的小説、貧者の息子、植民地主義と文化変容の問題を描いた、第一と地続編、上り坂の道の三部作を発表した。アルジェリア独立戦争した、エビアン協定締結の三日前に、 アルジェリアの独立に反対する秘密軍事組織によって殺害された。同い年のアルジェリア生まれのノーベル文学賞受賞作家アルベール・カミュと信仰が深く、また作品のほとんどが市販学校の同窓生でフェミナ賞受賞作家、カミュの電気作家のエマニュエル・ロブレスが創刊した水油者の地中海草書として刊行された。アルジェリアのアルジェシュ文学大賞。 フランスのポピリスム小説賞受賞。ムールード・フェラウンは1913年3月8日、アルジェリア北端のカビリー山岳地帯、ティジ・ウズー地方の小村ティジ・ヒベルの貧しい家庭に生まれた。ベルベル人の一民族カビール人であり、両親は8人の子を設けたが、生き残ったのは5人であった。フェラウンは、本来の姓ではなく、一家は代々、アイとシャバーヌを名乗っていたが、 1871年にカビリ地方でフランス軍の支配と徴税への抵抗運動が起こった。あと、フランス語の表記によるアラブ風の名前の戸籍が作成され、フェラウンを名乗らされることになった。フェラウンが生まれた1913年は、彼が後に手紙のやり取りをすることになる作家アルベール・カミューが生まれた年でもある。二人が知り合ったのは、カミューが あるジェレピブリカン紙の記者としてカビリー地方を取材した時のことであり、カミュが書いた記事、カビリーの悲惨は、フェラウンが作家活動を始めるきっかけの一つになっている。なお、カミュが最初の小説、違法人を発表したのは1942年のことであり、フェラウンと信仰を深めることになるのは、彼が初めて突出した1949年以降のことである。 ティジウズー県、ティジウズー1925年に、初等教育課程を修了し、奨学金を受けて、ティジウズーの高等小学校に入学。1932年に修了し、アルジュ県ブルザレアーの市範学校に入学した。ここで生涯にわたって深い信仰を結び、フェラウンの作家活動を支援することになる、エマニュエル・ロブレスに出会った。九百十四年オラン生まれのロブレスは、 1948年、フェミナ賞受賞作家で、カミューの電気作家でもある。彼は、市販学校時代のフェラウンについて、大の読書家で特に、ゴーリキー、ゴーゴリ、チェーホフ、ドストエフスキーらのロシアの作家の影響を受けていたと、指摘している。一方、自伝的小説、貧者の息子の冒頭では、語り手自身が、モンテーニュ、ルソー、ドーで、 ディケンズに習って書きたいと語っている。1935年に市販学校を卒業して、故郷ティジ・ヒベルの小学校教員になった。同年、10枚のデフビアと結婚、7人の子を設けた。1946年に同じティジュズー地方のタウリルトムサの小学校に転勤になり、1952年に同じくティジュズー地方のフォールナショナルの補修家庭庁に、 任命された。補修課程は、初等教育課程終了後、それ以上の学校に進まない生徒のための教育課程である。1957年に、アルジェ近郊のクロサランビエのナドル小学校の校長に任命され、初めて生まれ育ったカビリーを離れることになった。フェランは1939年に、貧者の息子カビールの小学校教員メンラッドを書き始めた。 1948年に書き上げた後、戦艦機からアルジェで、フランスの作家の著書を紹介していた、シャルロ社からの出版を希望し、同社観光のある趣旨の創刊者で、同郷人の作家ジャン・アムルーシュに相談したが断られ、1950年に、フランス中南部ルピュイのカイエル・ルーベル・ユマニスムから、自費出版した。本書は、同年12月に、 アルジェシ文学大賞を受賞。諸女作にして、フェラウンの文明を高めることになり、以後、アルジェリアだけでなくフランスの文学雑誌にも寄稿するようになった。翌1951年に第二作、第一と地を書き上げ、1953年にフランスの水遊者の地中海総書として刊行された。この総書はロブレスが1953年に、 創刊したものであり、フランスで初めてもっぱら、マグレブ県のフランス語作家を紹介する総書として、アルジェリア独立戦争中も活動を継続し、ムハンマドデイブ、カテブヤシーンの著書もそのほとんどが地中海奏書として、刊行された。フェラウンの作品もこれ以後、貧者の息子の再販を含み没後出版まで、全作品9作のうち7作が地中海奏書として、刊行されることになる。 大地と地は刊行された1953年に今度はフランスの文学賞であるポピュリスム小説賞を受賞した。同賞は庶民の生活を描いた1930年代の文学運動ポピュリスムの一環として1931年に創設された賞であり、ウジェーヌ・ダビーが北ホテルで第一回ポピュリスム小説賞を受賞したことから2012年に ポピリスム小説ジェーヌ・ダビ賞に解賞された。フェラウンが受賞した1953年までに、ジュール・ロマンの全員の人々、サルトルの壁、ロブレスの人間の労働などが受賞した重要な文学賞である。1954年、アルジェリアの画家シャルル・ブルーティの提案で、彼が描いたカリビー地方の風景デッサンに、フェラウンがカビリーの物語を添えて、カビリーの日々とし、 地元アルジェのバルコニエ社から刊行された。さらに1957年に小説第3作、上り坂の道を地中階層書として発表。フェラウンが生前に発表したのは以上の小説3部作とカビリ物語集のみである。諸女作が故郷カリビー地方を舞台とする次元的小説であるのに対して第2作、第1と地では、 主人公のアルジェリア人が1910年に移民労働者としてフランスの鉱山で働いた経験。さらに彼がフランスで結婚して故国に連れ帰ったフランス人の妻に対する周囲の複雑な対応を通して植民地主義や植民地支配による文化変容の問題を描いている。大地土地の続編である上り坂の道もカビリー地方を舞台とし、 カビール人の父とフランス人の母の間に生まれた青年と大多数がイスラム教徒であるこの地でキリスト教徒として育った女性を主人公に文化変容の問題をさらに追求している。大地と地が出版された翌1954年の11月1日アルジェリア民族解放戦線が放棄しアルジェリア独立戦争が勃発したアルジェリアだけでなく フランスでも作家として高い評価を得たフェラウンは、両文化の架け橋の役割を期待されたが、植民地当局に加担することを拒んだために、以後、アルジェリアの独立に反対し、フランスのアルジェリアを主張するフランスの軍人や、入植者の一部から、挑発や迫害、殺害脅迫すら受けるようになった。フェラウンは1955年から日記をつけ始めた。この日記は、 彼が死去した1962年に、ロブレスの序文が付され、地中海総書として刊行されるが、2000年に刊行された英訳の副題が、フランスアルジェリア戦争に関する政策とされたように、フランス語作家でありながら、同時に現地住民でも、ある複雑な立場から戦時下の状況を記録し、植民地主義の問題について検討しており、英語版の書評では、 ポストコロニアル理論の研究における本書の重要性が強調されている。フェランは植民地当局への加担を拒む代わりにアルジェリア北東部オーレス山地で調査を行った民族学者、人類学者で民族解放戦線の地下組織の指導者、ヤセフサーディとの話し合いに臨んだジェルメーヌ・ティオンが創設した社会教育センターの私学館の仕事を引き受けた。これは フランス領アルジェリア総督、ジャック・スーステルのもと、初等教育、職業準備教育のほか、無料診療、行政支援なども提供する施設であり、フランス国民教育省に属し、国際連合教育科学文化機関の支援を受けていた。1962年3月15日、アルジェ近郊のエルビアルのシャトーロワイヤル社会、教育センターに所長及びフェラウンラ私学館5人が、 集まっているとき、フランス極右民族主義の武装地下組織、秘密軍事組織の一派、デルタ特別部隊がセンターを襲撃し、6人を外に連れ出して銃殺した。アルジェリア共和国暫定政権と民族解放戦線がアルジェリアの独立を承認するエビアン協定に調印する3日前のことであった。深い衝撃を受けた、ティオンは、ムールード・フェラウンは偉大な民族の作家であり、 誇り高くしかも謙虚な人間であったが、彼のことを思うとき、真っ先に浮かぶ言葉は、優しさであると語り、OAS の残虐行為を厳しく非難した。フェラウンの遺体は、故郷ティジ・ヒベルの墓地に埋葬された。同九百六十二年に、日記九百五十五から九百六十二年、九百六十九年には九百四十九年から九百五十八年までの、 書簡集、友への手紙が刊行された。友への手紙はその後神からの手紙などを加えた、増補審判として1992年に、アルジェリアの出版社イナグから再刊された。さらに1972年には、未刊の小説、記念日、1954年水油版、貧者の息子の刊行に際して、フェラウンはロブレスと相談の上、1950年版から、 削除した約3分の1の部分、その他のテクストを含む記念日が地中海総書として2007年には未完の小説に基づくバラ学園がアルジェリアのヤムコム出版から刊行された。このほか、小説3部作もフランスで版を重ねると同時にアルジェリアの出版社から増補版や改訂版が刊行されている。没後50年の2012年3月にアルジェで フェラウンに関する国際シンポジウムが開催され、文学研究者、歴史学者、社会学者、人類学者が参加する、初の大規模な企画となった。5月28日には、文化、教育のためのムールード・フェラウン財団が創設された。フェラウンの文学作品及び教育に関する著書の紹介、フェラウンの作品を通じて、人道的価値を、青少年、 市民に伝えること、文化、芸術、科学に関する企画、書物、雑誌の観光などを目的とし、フェラウンの息子、アリフェラウンが会長を務めている。また、同年末には、ニース国立劇場で、カミュの未完の小説、最初の人間と、フェラウンの貧者の息子に基づく、舞台監督、ジャックベレーの演劇、アルジェリアの子供時代が上演された。初版が、 自費出版の、貧者の息子を除いて、初版のみ示す。いずれも、以後、版を重ねている。また、深夜草書から刊行された翻訳、シモハンドの歌を除いてすべて水遊者から刊行されているが、その後、アルジェリアの出版社から刊行されたものも多く。これには、作家の息子、アリフェランが未刊行のテクストから起こして編纂した、版も含まれる。ありがとうございます。